ハンドリーとウィント撃破。2023年5月24日、気温 38.2 度、湿度 64%、天気晴れ。今日のバイキンマンたちの穴なくみは、マッチを10本吸って、穴を埋めて落とし穴を作るという穴なくみだった。うひょ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 、マッチの使い方は知ってるざんすか？このミーがマッチの吸ってはいけない教え方、君たちにするざんす。この赤いところが火をつけるざんすよ。持ち手がこうざんしょ。そこの茶色い部分をすっと火遊びになるざんす。みんなも火遊びはやめて残暑。マッチって食べるもの？マッチは食べるものじゃないわる。歯を磨くもの？やめて、歯を磨くもんじゃねえだろ。これでやっとマッチを吸って落とし穴にするぞ。ある昼、ハンドリーは穴に行く途中、クイント兄弟の三男のウィントに出会った。おお、匂わないよ。まったく、ハンドリー恥ずかしいじゃないか。その頃、コンハルと祖母は一緒に動物園へ行き、ハルゾーと PG は公園へ行き、どこら中と走り回った。あら、ハンドリーどうしたんだろう。祖父は仕事をしていると、あ、なんだ、うわあ。ピーバーは一人で家の中にいてオムライスを食べていると、あんうんうんうん、あんうんうんうん、あん、ウォン、今だ、あ、戻れ、ハンドリー。おでな、なんでバカなことしちゃったんだろう。その頃、祖父がドアマンに電話し、祖母はクイント夫人に電話をした。それは大変だ。すぐに向かわないと。そしてお前のはいただものだ。見ていたぞ。すいません。どうか助けてくれ。そう、どうかな。ハイパーレスキューにも第8ルールレスキュー隊にも呼ぶの難しいし。あ、ちょっと待って、オールに呼んでもらおう。多分バイキンマンたちはフレディ・マーキュリーに会いたくない気持ちだった。アンドリーとウィントが穴に落ちたって、すぐ助けるぞ。オナガとジュンさん、すぐ助けるぞ。丈夫な花で二人を助けた。準備はいい。思ったより大変な作業だったが、二人は無事救出に向かった。ウォン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 、いいってことだぞハンドリー。おかげで笑わせてやったぞ。俺だってそうだ。その通りだウィント。俺も前にドジやったが、みんなで手を組もうじゃないか。自分は相手に手を組んで協力し、相手は自分にも協力する。それはいいね。これでよし。フレディ・マーキュリーとオールは、ハンドリーとウィントとケンさんは仲良くなり、
仕返しでバイキンマンたちを埋めることができた。ハンドリーとウィントを撃破させた罰だ。そうだよな。うひゃー、やめてくれ。これ以上はやめてくれ。もう死なないぞ。大丈夫か、ハンドリー。お？おー。ウィントさんも大丈夫ですか？ああ、いててててて。多分、バイキンマンたちがマッチで吸って落とし穴を作ってたんだよ。確か、向こうで、仕返しで、マッチを吸って落とし穴を作った罰としてだったんだ。ほら、こういうこと。うおぉ。あ、実はハンドリーが土が苦手だし。あー、やだな。朝の飲み出しは。わしは悲しい粗大ゴミ。なに？こんな夜にはあなたと二人歌って踊ろうウクレレで。歌えば楽しい、踊れば楽しい、エンマ会は素敵ぞよ。